こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい、猪狩周平です。ゆうじです。あしです。本日はクリーブランドにやってまいりました。昨日デトロイトでライブやったんですけど、今日はオハイオ州のクリーブランドっていうところにやってきました。はい、昨日デトロイトはそこそこ都会やったよね。うん、そうやね。けどこのクリーブランドは結構、まあ、ローカルっていうかね、うん、なんか市街地っていう感じですかね。うん、なんかね、梅田から箕面に来たような、わかりやすい感じがします。新宿から調布、調布でいい？まあそんな感じちゃう。うん、そういう感じのとこに来ました。なんか居心地がいいです。はい、野生のスカンクもいました。うん、スカンクってほんまに黒くてここが白いねんな。そうっすね。なほんま野生はすごいよね。野生のスカンクすごい、はい、かわいかった、うん、かわいかった。しかもドライバーのやつは臭いぞ臭いぞって言ってから気づいてましたから。そんな気づき方ある？カメムシレベルやな。そしたらスカンクがいました。はい、でこのクリーブランドにはなんかめちゃくちゃ有名な DJ さんがいたらしくて、うん、なんともロックンロールという名前そのものを名付けたラジオ DJ がいるらしいんですよ。でその人のお墓があるらしいんでちょっと行ってみようということなんですけど、ロックンロールなんて今なんて全世界で使われる言葉ですからね。そう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 、うん、だって俺らの歌詞の中にも入ってます、うん、入ってますから。危ない危ない、日本語ちょっと弱くなってるんじゃん。いや弱くなってる。もう最初のこんにちはも若干おかしかったけど。こんにちはみたいな。めっちゃ調子乗ってるよ。1950年代に人気を博した人らしくて、うん、黒人に親しまれていた音楽ジャンルのリズム&ブルースを積極的に放送し、それをロックンロールと呼んで白人の若者に紹介したと。なるほど。それがロックンロールなんや、うん、知りませんでした。ですね、リズム&ブルースがロックンロールなんですね。知りませんでした、すいません。なるほど、こういう歴史を学ぶのも結構楽しいですね。そうやね。はい、で死んだ後の1986年にロックの殿堂に入ったと。おーすごい、いうことを書いてあります。これウィキペディア情報なんで間違ってるかもしれないですけど、うん、我々アメリカで4本ライブが終わりました。はい、で昨日デトロイトでですね、はい、足強さん、はい、ちょっと怪我しましたね。怪我しました。私足強さん怪我しちゃいました。はい、強さんが、はい、スピーカーの上に登られてですね、ライブ中に、はい、はい、ライブ中にお客さんうわうわって煽ってたら、そのスピーカーで頭打ちましたね。頭打って、はい、なかなか、そうですね、4針縫ってますね。針で言う4針、ホッチキスで言う4度目してます今。はい、ライブ終わってね、はい、すぐ病院行って、病院行って、はい、まあ大ごとにはなってないんで、うん、このままライブできるっていう感じなんですけど、いやちょっと情熱が溢れすぎた。そうやね、テンション上がりすぎたな。もうちょっと順応していかないとあかんな。でもな、アメリカにもうちょっと抑えて日本と同じ感覚でな。うん、まあ、日本でもあなたまあまあ危ないことやってますから。まあまあまあね、うん、ちょっとやりすぎたな。やりすぎちゃったね。大丈夫な、もう痛くない？痛みはゼロやね。あ、よかったです。もう今どっちかというとジンマシンの方にやられてるから。それは知らないです。どうしたんですか？右腕がジンマシンで侵されてます。どうしたんですか、あなたは。ストレスでしょこれ。多分ね、食事合わないとか。ああ、いや、まあちょっとね、もうちょっと順応していかないといけないなと、うん、はい、もうすぐしたらお墓が見えると思うんで、またその時回します、はい、しかしあれですね、この辺 のどかですね。うん、のどか。のどかと言ってたらものすごいクラクション。めっちゃ何があったん。全然詰まってないし。全然のどかじゃなかったです。ミノーみたいです、マジで。やな、これミノーやわ、ここ。レイクビューセメタリーですか？ちょっとわかんないですけど、アソシエーション、はい、オーガナイズド1869。ロックンロール。ロックね。入ってるよ。いや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 、これでロックンロールですからね。すごいよな。行ってみましょう。はい、さあ墓地に入ってきましたけど、はい、なんとなく見てる限り緑地公園みたいな広さなんじゃないでしょうか。全部大阪の北節やねんな。地元やねんな、全部。確かに。
代々木公園ぐらいの感じですか。緑地公園の方が近いかもやろ。近い。代々木公園じゃないねんなこれ、うん、緑地公園やな。緑地公園やな、うん、広いですね。広、めちゃくちゃ綺麗やな、うん、あちょっと映してみて。これはもうお墓なんや。これお墓やもんだって。あの海外の映画で見るやつですね。そうやんな、埋め込まれてるやつ。ちょっと映画一切見ないんで分かんないんですけど。はい。これ絶対偉い人じゃないですか。ケリー、ケリー、ケリーさん。死んだケリーで有名な人って誰やろうな。ケリーキング。あ違う、死んでへんわよ。スレイヤー、スレイヤー再復活すんねん。俺めちゃめちゃ楽しみにしとんねん。ハゲ、あこっち、あハゲって今のケリーキングに言ったんじゃないですよ、ね、ユージに言いました、はい、僕は。リス発見、リス発見、かわいい、意外とでかい。あどっか行った。うわ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 、しかもおる。うわでかっ、でかい。なんかね、やたらでかいお墓があるんで行ってみましょう、うん、これは誰かやと思いますよ。誰かっていうかその、誰か、絶対誰かなんですけど、なんか有名な人じゃないですか、うん、でかさが違う。さっきあっちに元大統領のやつとかもあったんで、多分この辺は偉い人が埋まってると思います。多分。おー、これは本当に偉い人だぞ。多分俺でも名前を知ってるぞ。見てください、ロックフェラー石油よ。こう上にもちょっと取っていってみて。だいぶでかいんですよこれ。めっちゃでかいっすよねこれ。どこまで行く。なんであそこまでにしようと思ったの。ちょっと誰か隣行ってください。そっか、でかさが。あちょ佐渡行ってみて。ロックフェラーってロックフェラー家みたいなやつやんな。超金持ち一家みたいな。うーわー、でかさ分かりますかこれ。分かる、分かるかな。あの石油で有名なロックフェラー、なんか実は裏社会牛耳ってんじゃないかみたいな、そういう説のある人やんね。はい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 、さすがにでかいっすね。すごいです、マジで。広大な土地です。広大すぎます。緑地公園よりでかいっすね。でかい、全然でかい。全然でかいっす、うん、これ今また回し始めてますけど、うん、もう15分以上歩いてます。そうだね。めっちゃ遠い。帰りが困るって言ったね。ねえ、うん、あ確かに、うん、まあ、でもなんか歩いてて嫌な感じしないでしょ。そうだね。なんかね、日本のお墓の雰囲気と全く違うっていうか、うん、なんかずっとここにいたいって思えるような、うんうん、自然公園って感じ。そうやな、公園に近いな。確かに、ね、お墓って感じしないな、うん、あ来た、あ来たか、来たか。あすげえ、あもう一目瞭然です。すごいやん、一目瞭然のお墓です、うん、うわすごい、ジュークボックスや。すごい、すっごい、うわジュークボックスになってます。お墓が、うわ、かっこいい、かっこいいな、めっちゃかっこいい。これがアラン様の、アランさん、アラン様って言ってたら俺なんか、うん、アレン様思い出した。最近ずっと言ってるやつやね。あれな、違う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 、スポーツ大嫌い。俺は知らんけど、言ってる人 いるんですよ、うん、ちょっとおもろくてあの人、うん、すいません、アラン様ですね。アラン様、え後ろどうなってんのこれ。ああアラン・フリードさんの歴史が書いてますね。ロックンロール・ワズ・ボーンって書いてる。なるほど。あそれであのライブのパスとかそういうチケットとかそういうのを結構お供え物にしてる人がたくさんいらっしゃいますね。ピックもあるですね。ピックもあるな。自分のピックなんかな。えピック持ってこれよかった。ほんまやん。いやさん、はい、持ってきました。ええこれの、はい、えなんなんなんていいやつなの。俺も持ってきましたよ。持ってきたわ。これなんもない、はい、サックスリード持ってきたらよかったな。あでも気持ちでいいんじゃない。お金にしよう。あいいんちゃう、うん、いいんちゃう、うん、
供えしたいと思います。アランさん、ロックンロール名付けてくれてありがとうございます。私たちはその歴史の戦場に立っております。お世話になります。これからいいですか。うん、そうだ、はい、じゃあアランさん、ヘイスミスの音楽をアメリカ中に届けてください。お願いします。噛んでないっす。デフォ今のデフォ。いや、アランさん聞いてるな。まあ、いいですか、いいですか。はい、じゃあさん、いきます。はい、あ、この辺で大丈夫。はい、じゃあ今日もロックンロールしてきます。あ、かっこいい。かっこいいね。ありがとうございます。いいね。うん、いや、なんかなんでしょう、あんま言葉にできないけど、すごい歴史と神秘的な感じがします。なんやろな、この感じ、うん、動きたくなくなるな、うん、なんかそうなんですよ、うん、でももうすぐライブ始まるんだよ。動くか。動かなしゃあないな。なあ、いや、ちょっとあのクリーブランドってあんまりゆえんのない土地ですけど、うん、こうやってロックンロールを広めたという方のお墓に来れて嬉しかったです。またなんかそういうとこあったら来てみたいと思います。